バッドソンアツをちょっとねかけてもらって。金井さんはレイスはよく使うんですよね。僕はあのレイスはよく使い、いやよく使ったかあの、うん、空きがあったりそうチームに絶対必要なキャラクターだと思ってたんで、うんうん、そうなんですね。それで使うことがありますね、最近はよく。ありがとうございます、はい、ワットソンは僕あのちょっと設置するタイプが得意ではないんですけど、ただ、はい、味方にワットソンがいるときに僕のその普段の配信は大盛り上がりします。素晴らしい。占領ワッチャってことだね。なるほど。本当に盛り上がります。素晴らしいです。はい、本当にすごく嬉しいです。それはそうですよね、はい、いや金井さんね、改めてやっぱこう、はい、その声でトークができるって我々貴重な経験ですよね。いや本当にそれですよ。もうずっとうわーってなってます。なんか言ってほしいこととかあるかしら。何かあるかしら。いいんですか。いいですよ。え、ちょっといいことと悪いことがあるけど、いいことなら言うわ。そうです。え、でも一番なんだろう、やっぱりそのレイス使ってると誰かに狙われた時とかに狙われてるわって言うじゃないですか。はい、やっぱあれを一番よく聞くので。わかりました。ちょっといいですか。じゃあ行きますよ。カノさん狙われてるわ。名前まで呼んでもらっちゃった。カノ溶けちゃってる。そんなんで大丈夫でしょうか。いやもう本当にありがとうございます。ありがとうございます。生きててよかったなって。これもしかしたら素材になっちゃうかもしれないですけど。いやすげー、昨日と一昨日は12時間と8時間ぐらいでした。めっちゃやってすごいですね。12時間確かそれぐらいやりました。おぼさんどれくらい。僕はまあ大体やって5時間ぐらいですね。おー、12ってすごいですね。12はやばいですね。あれなんですよ、その配信の枠が12時間を超えちゃうと、うん、アーカイブがちぎれちゃってはい、っていうのがあって、うん、12時間でやめざるを得ないみたいな。まだいけるってこと。その後にまた別のゲームを僕はやってました。4時間、3時間ぐらいかなやってました。レイスとワットさんがって言ってます。これ声つながったりしますか。ちょっとボリュームアップできるかな。あ、どうですか、かなえさん。あ、今、わずかには聞こえてたんですけど、今、はっきり聞こえました。驚きですね、12時間。すごい、12時間って。かなえさん、それはもうあれですか、ただただやり続けるんですか、何かに喜びを見出すんですか。なんかその大会が近くて、はいはい、それの練習も兼ねて一人で8時間ぐらいやった後に、はい、そのチームのメンバーで残りの時間をやってみたいな感じですね。一瞬12時間って何時間だっけって思っちゃう。1日のどれぐらいだっけっていう。1日は半分ですよね。あれすごいですよね。そこでやめる理由が YouTube のアーカイブが切れる切れるからっていう。すごい理由。すごい切れが良かったりするとね。すごいですね。会話とかってそのゲーム中に、はい、もうゲームとすでに関係ない話とかもしたりするんですか。12時間の間に。あー腹減ったなとか。そうですそうです。本当になんか最初にフグを食べた人はすごいねとか何食べようと思ったんだろうねとか話をします。すごいね。それぐらいのなんか散らかり方を。そう、散らか戦場でその会話も散らかってる感じですか。そうですね、ずっとコメント欄とお話しながらやってることが多いですね。そうなんですね。